ドライエ 135ms カブリオレスサイドドアは自動車のドアの形態の一つである。多くの自動車のサイドドアはヒンジが前に、ロックやドアハンドルを含む、ラッチ機構が後ろにあり、ドアの後ろ側から乗り降りするが、このドアの場合、逆にヒンジが後ろ、ラッチが前にあり、ドアの前側から乗り降りする。和訳すると自殺ドアとなるが、この由来について、 複数の説がある。このようなデメリットもあるが、足元側が大きく開くため、特にキャブオーバー車などでは、乗り降りがしやすいというメリットもある。1960年代まではごく、一般的な形式であったため、スバル360など、いわゆるクラシックカーに多く見られるほか、観音開きのリアドアもこの形式となる。シトル NH トラックのように、車体やドア形状はそのままに、 モデルライフ半ばでシムケッチによってヒンジの位置を後ろから前に変更したものもある。この例ではステップの高さと角度の変更で乗降動作の変更に対応してはいるものの安全性の向上と引き換えに乗降性は損なわれる結果となった。ロイト LT600 版近年では BMW 参加となったロールスロイスが付加価値の一つとして積極的に採用し、 他社との差別化に利用している。同ブランドでは2度アーと4度アーのリアドアに採用。自動車メーカー以外の例では、カーショーなどに出品するカスタムカーに見た目のインパクトを狙ってボディーワークの末に取り付けられることもある。また、鉄道車両でも3500系以前の名鉄の車両は乗務員室ドアのヒンジが通常の鉄道車両とは逆の客室側についており、 スーサイドドアの位置形態といえる。ありがとうございます。